というわけで皆さんこんにちは。今日はですね、この湯ヶ山のあたりに来てます。で、まあ見覚えがある人はわかると思うんですけど、このエリアだから お札のね、家が、あるとされるエリアでございます。僕もね、いつだったかな、1月ぐらいにね、真夜中にここ来て撮影したんですけど、またなんで来たかっていうの、今日ちょっとこの動画でお知らせしたいなということでやってきたんですけど、もうその現場はすぐ先なんですけども、まあこの情報によればということなんですけども、もうこの先分かる人に分かると思うんですけども、この辺から雰囲気が、雰囲気というかもうあれって思うかもしれません。ここにね、お札の家という名前のものがあったんです。まあここがそうじゃないとか、まあそうだったとか、いろんな噂があってたんですけど、ここになんか結構県外から、YouTuber さん来てたりとかするんですけど、実際ここにお札の家が存在しました。まあ、ご覧の通りもう何もない、残ってない、まあ、一部ね痕跡みたいなのが残ってるんですけれども、物置きスペースみたいな感じになってます。なくなってしまいました、お札の家で。ちょうどこれが、ここがね坂になってます。ここから上上がってっていうような場所だったんですけども、初めて見る人はよくわからないかもしれないですけど、行った人とかその当時の絵を、まあ、写真を見るとなんとなくわかる気がすると思います。ここにあったものが、今年2022年の2月に解体されたということで、ちょうど本当にその1ヶ月前に僕は夜真夜中に来て撮影したんですけども、まあご覧の通り何もなくなってしまってます。あの先にもね、なんか塀があるんですよね。見えますかね。何でしょうね、これは。まあこの他にね、納骨堂というね、岡山の中区にあったんですけれども、それも去年の11月ぐらいに、解体されました。まあなんか解体されるようなね、ここもね解体されるような雰囲気はあって1月来たような感じなんですけど、本当にもうそれから1ヶ月後解体されてしまいました。とても有名なねエリアだったんですけども、倒壊の恐れがあるとか、まあ、そういうね話もたくさんありました。なくなってしまいました、今年の2月。だがしかしですね、気になったねコメントがあって、こちらは、まあ、ダミー、ここが本当じゃないというような話を聞きまして、これからその場所にちょっと向かっていこうかなと思います。まださらに存在しているということです。
じゃあここは一体何だったんだということになってしまうんですけども、
動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。